の？理科の復習。今日の授業ついていけなかったから。ああ、今日のところ難しかったもんね。へえ、偉いね。私復習なんてやったことないもん。え、やらないの？うん、だってわからないものはわかんないし。いや、わからないからやるんだよ。でもその気持ちわかる。復習しても解けないもん。そうそう、人生諦めも大事だって。いや、そこじゃないでしょ。でもテストはどうするの？わからないままだったら大変じゃない？テストは大抵勘かな。おい、どうしよう、ものすごく心配になってきたよ。大丈夫だって、進学さえできれば。いやいや、このままじゃ進学さえ危ういかも。え、それはちょっとやばいな。ちょっとじゃないよ、かなりやばいよ。どうしよう、お願い、二人とも勉強教えて。しょうがないな。チョコットレディオ、略してチョコレオ。声塾クラス生徒、高校3年生のユッキョと、中学2年生のカホと、中学2年生のナズナと、同じく中学2年生のリンと、あ、ゆい先生と、そしてゲストの、あ、ごめんなさい、間違えた。本日はゲストが来てくれています。カホ、あ、ウェブコンサルタントの谷本ゆき子さん、ゆき子先生です。イエーイ、こんにちは、谷本ゆき子です。はい、そして、本日はゆき先生と一緒にお送りする本日のトークテーマは勉強です。メールの宛先は761@fmkoza.jp、 もしくは FM コザホームページのメッセージフォームからお願いします。ラジオネームも分かりやすく書いてくださいね。ツイキャスからのメッセージも大歓迎です。この番組はカルチャースクールレオ、民宿レキオ、ダイニングコーの提供でお送りします。それではチョコレオ2年生18次元目、始まり始まり、イエーイ。声優になりたい。韓国語をマスターしたい。ヨガを習ってみたい。英検に合格したい。そんなあなたの夢を応援します。沖縄市330沿い、カマラバス停前、カルチャースクールレオ。こう、それは素材を贅沢に味わう本格ダイニング。女子会プランや記念日にぴったりのスペシャルコースもありますよ。茶炭交差点から海向け 200m、 おしゃれな大人の空間、ダイニングこう。辻にお茶を出されてよ、チャンスがや。おじさん大丈夫？民宿レキオがあるじゃん。月々3万5000円で泊まれるってさ。民宿だから光熱費もないし、無線 LAN があるからインターネットもできるんだって。はや、安心、パソコン買わんとだね。そこ行くとこなければ民宿レキオ、098-965-1682まで。はい、今回はゲストの人が来ています。ということで、ゆき先生。はい、ゆき先生、こんにちは。ゆき先生、こんにちは。こんにちは。イエーイ。今日はゆき先生とトークテーマの勉強ってことを交えながら話していきたいと思ってるんだけど、その前に、ゆき先生にいろいろ質問してみたいことあるんじゃない？はい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 、めっちゃいいじゃん。じゃあ一番元気だったナズナから。はい、
ゆき先生のお仕事はどんなお仕事されているんですか？私はですね、はい、はいはい、知りたいですか？知りたいです知りたいですもうタイムレスじゃないんだけどウェブコンサルっていうのやってます。ウェブコンサ ル、はい、あんまり聞き慣れないだすね、はい、だすねそう聞き慣れないんですよ。ウェブコンサル、まず何で、うん、でどっかの会社に勤めてるわけじゃなくって、はい、自分でそのウェブコンサルっていうのをやってるんだけど、はい、何かっちゅうと、はい、インターネットでなんか自分で仕事したいなとか、まあ、いろんな種類があるんだけど、うん、起業してみたいっていう人たちが結局お客さんいないと物売れないじゃない、はい、じゃあそういう物を売るときにどうやって物を売ったらいいか、まずお客さんをどうやって集めたらいいかっていうのを、うん、教えてる、うん、教える人になりたいっていうのが、うん、なりたい。じゃあゆき先生も今勉強中という勉強中、そう、もうテーマ通り、あー、ザ勉強、勉強、あ、勉強マンだから、あ、勉強マン、あ、なるほどです。あ、じゃあカホはどういう質問を質問をどんどん強制かよなんであの会社に入っていないかが、ああ今の説明で聞いた。そう、はい、そうね、確かに会社に入ってウェブコンサルっていうのをしても全然ありなの。そういう会社がそういうのをあの目的としてる会社もあるぐらいだから全然いいんだけど、私がなんで冷たくないかっていうと、はいはい、私お父さんとお母さんがいるんだけど、はい、でお兄ちゃんがちょっと前までいたんだけど長男がいなくなっちゃって、あ、で私はじゃあ一家のじゃあ私大黒柱いつかなるんだって思ったの。あ、で結婚した時に旦那さんに私のお父さんとお母さん具合悪いから面倒見てってなんか重くないかなと思って、だからじゃあ私男の人並みに稼がないといけないんじゃない、お父さんとお母さん守りたいじゃんって思って、でかっこいい、かっこいい、で OL だとお家にいたらできないじゃん、 OL オフィスに行かないといけないのに、おかしな話じゃない、ってことはじゃあ自分で起業するしかないんじゃないっていうのをいろんな人から教えてもらってこの道にたどり着いたの。へー、そうなの、すごい、11年間続けたの OL、 やめちゃったわよすごいきっぱりかっこいいね、私もそう思う。いい、不安じゃなかったんですか？そりゃ不安よね。会社に朝8時半に行って5時までいればお給料入るけど、うん、自分が社長みたいになっちゃったらお給料くれる人がいないから、うん、明日食べれなくなって死んでもおかしくない。あ、だけどでも守りたいものがあるんだったら、うん、そこは揺るがないんだよね。すごい、そう、ウェブコンサルがもしかしたら成功しないかもしれないけど、うん、そこの道でまだ誰かに出会って、うん、誰かがこんな道もあるよって教えてくれたら、うん、あってチャレンジしてみたいって思うようになったの。うわ、かっこいいよね、かっこいいですなかなかそういうのって思い立ってもやっぱ行動できない人っているじゃないですか。そうだね、そうだね、そこめっちゃなんかそこ行動したって実現したっていうのがめっちゃかっこいいなと思って、そういうのってやっぱゆき先生が持ってるものですかね。でも昔は自分の意見をこうやってはっきり言えるタイプじゃなくって、むしろ人の意見にも流されて八方美人って言われたぐらい、そう、それで友達が離れたこともあるくらい自分の意見がない人間だったんだけど、そうやって人から嫌われたり、でそういう人を見て嫌ったりして、だから傷つけられたり傷つけたりして、でも生きていかなきゃいけない上で何がどうやって生きていきたい、みんなってやっぱり自分の好きなことそうだよね、うん、ってことはさ、ハッピーなわけじゃん、好きなことってことは、ってことになんか徐々に気づかせてもらえて、で自分の意見を言うことがおかしなことかっていうとそうじゃなくって、自分の中でこれが正解って思ってることを言うと最初人離れるんだけど、だけどこの人は自分の意見を持っているなと思っていつかきちんと人がねまた向き合ってくれるようになるの。逆にあなたの言うことばっかりに合わせていくと、この人何言っても私の言うことをイエスしか言わないから面白くないってなっちゃうわけ。そういう時になんか、あ、自分の意見って言っていいんだ、自分の意見はあっていいんだって気づけて、こうやって自分が挑戦するって思ったら挑戦する、人が何と言っても諦めないっていう風になった。やっぱりかっこいい、こういう話聞いてるとね、やっぱ人生の勉強になるよね。確かに勉強だよ、今回のトークテーマ通り
勉強だね。ゆき先生のいいとこばっか盗んでいきますから。授業料はあれもらえないの、ね、私あれおかしいな、ノーギャラでもらうだけもらって、みんなからも若い意見をどうぞ。私も勉強ね、勉強、ミミンの関係でギブアンドテイクでいきましょう。じゃあユキがなんか質問ある？ちょっと飛ぶんですけど、うん、なんか物を売ることを教えるって言ったじゃないですか、うんうん、ウェブで。それってあのどういうものを売るとかっていう決まりはあるんですか？うん、決まりは何にもなくって、金額も物も何でもいいのね、うん、例えばじゃあ、うん、どうやったらアメブロで、うん、じゃあ顧客何千人って集めれますかっていう時に、いろんな方法、いろんな人たちが宣伝してるんだけど、宣伝というかまあ教えてあげてるんだけど、でウェブ上でそれを完結させたいんだったら、例えばそのウェブの中でこうページをペケ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 めぐっていけるようなウェブ上の本を、本というかまあ塾の本みたいなものを作ってとか、でも生の声で先生から聞きたいって言ったらスカイプとかそういうので、まあ、リストじゃないけど、なんだろうな、そういうクラスを設けてあげて教えてあげてもいい、1時間だったらいくらだよみたいな。だから物って言っても物体じゃないこともあるの、目に見えないその時間、うん、っていうこともあるから、うん、何でもいいの。スクールとかそんな感じ、うん、そうそうそうですね、そう、4人でネイティブと会話するとかって言って、うんうん、1時間いくらだよ、何時からスタートするよって言って。あ、じゃあ沖縄に住んでる人じゃなくてもゆきこ先生と相談することができるんですね。すげー、そう、そこそこウェブのすごい、だからもう英語も喋れたら、そう、ネットのすごさ、そうなの、そうなの、天才でしょ、ね。さっき塾長も言ってたんですけど、やっぱ現代だからできるっていうところはありますね。うん、そうなの、インターネット、そう、誰かが作ったからできるんだよね。すごい、そうなってくるとやっぱ輪も広がってくる、そう、来るし、やっぱり自分も英語勉強しようとか違う言語勉強しようって、そうなれば要は顧客が増えるわけじゃん、自分でも。うん、英語圏の人から依頼もあったり、今は私英語圏にはまだ発信してないからないけど、それも視野には入れて。なるほど、あ、そうそう、英語も1年半前は1ミクロンも喋れなかったけど、1ミクロンも喋れなかった。今はどれぐらいになったんですか？一応英検2級を取って。そうなの、すごいな、自画自賛。すげえ、コート決めたら一直線に。すごい。でもそれもやっぱり自分がやりたいことがあるって言って、英語喋れない時にアメリカ人の社長に、私英語を使ってアシスタントしたいんだ、英語喋れないけどって言ったら、その熱意で雇ってくれて。すごい熱意が伝わった。そう、普通留学するなら100万とかボンって払って留学するけど、お給料もらいながら英語勉強してて、でバイリンガルの先輩がいるから、もういつでも答えが聞けて、間違いも正してくれて、もうそんな環境この世にないだろうって思うから、もう死に物狂いで勉強するよね。クビになっちゃったら終わりだから。なんかやりたいと思うことがあったら、それにもう熱意ボーンってぶち込んで、私こんなことやりたいんですってもうみんなに言っていくと、みんながあの子はなんかやりたいことあるってよって言うと、その我が輪をまた呼んでくるわけよ。自分から発信しないと何もないんですね。そう、発信、それそれ。じゃあ今日のトークテーマ、勉強だけど、はい、あのみんなはどういう勉強方法をしてる普段？そうだな、最近自分は、うん、あの携帯いじることが多くて、うん、勉強とかって、あの学校の勉強もそうなんですけど、全然頭に入ってこなくて、入らないね、入らない、だからなんか時間決めて、うん、先に携帯いじっちゃうんですよ。先に携帯いじって、うん、後からあの決めた分の、例えば2ページだったら2ページ勉強をして、その後からはもう携帯触らないで眠っちゃうんですよ。あ、そういうの聞いたことある。あの勉強した後にみんな寝る前とか携帯いじっちゃう人多いけど、そしたらあの携帯の内容だけ入って、その前にあったこと忘れちゃうみたいで、すごい、アップデートされちゃうんだ。そう、だからその前にもう思う存分携帯いじって、そんでもうあとはもうやったからって、やることをきちんと片付けて寝た方が効果的。じゃあ効果的な勉強をしているってことそういうことだね。
すごい。とか、うん、私が聞いたのは夜より朝勉強した方がいいって言って、うん、あーなんか軽い計算とかした方がいいんだよね。そう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 、起きた時ってあ、ほんと、ほんと、ほんと簡単な計算、5足す1は6みたいな。あ、それでいいんだったら、それだけでいいんだ。あと計算朝からするの嫌なら、かあの漢字書き取りとか、あ、漢字の方が習って、習ってゆきこ、ゆき先生はあの漢字の方が漢字の方が、ちょっと数字あんま好きじゃない。なるほど、夢は語りたいけど数字あんまり好きじゃない。そうだから夜やったら逆になんか悪くて頭起きてないからやっても意味ないみたいな。あ、そっか、日中頭使い切ってるから、はいはいはい、疲れてるから余計にダメだから。だから勉強できなかったんだ。ちょっとおさんとおじるあたりが。だから早起きは本当に三問の得で、早起きした。そんな言葉知ってる。じゃあ2人も聞いていきたいけど、その前にじゃあメールを、あ、はい、紹介してください。チョコレオネーム沖縄大好きさんからです。ありがとうございます。チョコレオの皆さん、こんにちは。こんにちは。アニメが好きで、軽音で言えばりっちゃん推し、ラブライブで言えばほのか推し、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、チョコレオネーム沖縄大好きです。しばらくぶりぶり、久しぶり、久しぶり。今週のテーマ、遊び、遊ぼう、遊ぼう、何して遊ぶ、何して遊ぶ、鬼ごっこではなく、ではなくテーマ、勉強。そうです、そうです。勉強ということで、中3の皆さんは受験が控えておりますね。あー、メンバー中…顔がない、肌が、肌が前間違えた、間違えした。頑張ってるからね。メンバーのかなちゃんも勉強はかどってるかな、うんうん、勉強僕も苦手で、特に数学に至っては計算式はおろか、うん、方程式も苦手で意味がわからなくて、あ、わかる。それね、うん、得意教科があるわけでもないのですが、うん、受験生の頃は塾でもひたすら勉強しまくっていたのを覚えています。ただプレッシャーのあまり居眠りして怒られたことは何度もありました。やりますね、寝るよねみんな。寝る寝る。僕は人よりも覚えるのが遅く、飲み込むまでがかなり時間のかかるタイプで、差がつけられたことは学生の頃はよくありました。専門学生の頃は特に周りの助けも借りながら勉強して頭の中に叩き込んで、そのおかげで卒業試験に合格し、国家資格を取得することができました。すごい。何の国家取得なの、国家資格なんだろう。すごい、すごい。今もかなり大変でやらかすこともありますが、社会人になっても勉強になることはたくさんありますよ。勉強は学生だけじゃないです。では最後まで放送ちばりよ。ありがとうございます。本当にゆき先生もそうだけど、うん、みんなすごい勉強、人生いつまでも勉強だよね。あ、じゃあゆっけ、勉強方法教えて。ゆっけはね、勉強っていうか歴史が半分趣味なのね。あ、そう、半分歴史が趣味で、原文も半分趣味に入ってて、古典も半分趣味に入ってて、でだからこの教科をカーって通しながら、嫌いな教科、数学とか英語が嫌いなんだけど、その教科をちょっとずつ間に挟みながらやるっていう。なるほど、サンドイッチ。そう、そしたらモチベーション下げったところで上げて下げて上げてみたいなの延々と繰り返す。いいかも。じゃあカホは？学校は先生が教えてくれるから、まあ、勉強そこそこできるようになるけど、うん、家だと親も忙しいから教えてもらう機会ないから一人でやらないといけないじゃないですか、うん、だから参考書使って勉強してます。参考書、ただ文字だけだったらもうやる気も出ないっす。あ、はい、ね、はい、参考書見ても理解できない場合どうしたらいいですか？なんか誰かに教える。最近買ってもらったのが、なんか CD がついてて、その曲がその歴史の、例えば人物の名前で替え歌したりとか、何年に何かが起こったとかを替え歌で書いてあるから、でそれで歌詞を穴埋めで、ここは何が入るかとか CD 聞いてやるやつがあって、それでやってるから分かりやすいです。え、何、本能寺だったいちごパンツみたいな感じ、ね、あった、違う、なんかリズムに合わせるのかなっていうか、で、その歌詞覚えて穴埋め式になってて、それやって
で、あーこういうことがこの年にあったんだなみたいな感じ。あれかな、科学の水平リベみたいな感じかな。あったねー、なんだろう、なんですか水平リベ。僕の船ってね、わかんない、わかんない、嘘。え、待って、どうしたらいい、あれ中学ジェネレーション。ゆき先生も、ゆき先生もわからない。私分かる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 分かりますよね。アメリカにだから嘘つ、日本だけど。あ、知らないね、中学校2年生組は知らない。え、まだ出てきてないんじゃない。あ、なるほど、科学はまだかもしれない。元素記号、元素記号が出てないんだ、まだ。まだまだ習ってないだけと。ジェネレーションギャップを、危機を感じた。そうだね、待って、5歳下で危機感じるってどういうことだろう。先生はちっちゃい頃、特に勉強やばい中学とか高校はどういう勉強してたんですか。まず勉強のよしよしで言うと悪し、あ悪し、本当に悪くて、誰か言ってたね、時間めっちゃかかる、あ、リスナーさんから、はい、めっちゃ時間かかるタイプだった。うわ、うん、得意なのは体を動かすことだけど、新体操の部活だけは得意だったけど、それ以外は本当に不得意。よく寝てた、寝て育った。寝る子は育つ。大学になってからはいらないかなと思った科目は行かなくなっちゃったぐらい、自分で、そう、もうなんかね、その辺なんかスパスパしてて、これいらなくないと思ったら、もう入ってこないから行っても意味ないと思って、日本の勉強してたから、その時自分で勝手に、そう、だからその勉強をカフェでやったりして、みんなが一生懸命成績取ってくれて、うん、なんか卒業できたっていう感じ。すごい、人に恵まれるっていうか、人に助けられてっていう、本当に、なんか私これやりたいんすよっていうのが、それ芽生え、そうね、高校卒業した頃くらいからやりたいことがバスって出てきて、でそれをもうなんか突き進むっていう方に性格が切り開かれていって、そしたら人が勝手に応援してくれるっていうか、みたいな感じになってて、それもゆき先生の人柄です ね、 うん、そうね、周りに恵まれるのもね、その人の持ってるもの。じゃあ、声塾のメンバーはこう夢が、やりたい夢があったりとかして、まだまだこの未来がある子たちなんですけど、ね、なんかこう一言メッセージっていうか、あ、お、欲しい、欲しい、お願いします。夢は絶対に諦めないでです。おー、かっこいいな、かっこいい。もうこの私が、親をこうやって守りたいって思う夢があるんだけど、うん、もうそれ諦めたらもう成功も失敗もないわけで、もうただ行った先にもしかしたら違う成功かもしれないけど、違う形かもしれないけど、何かが見えてくるから、絶対に進むことを諦めないでっていう感じ。もう止まったらもうそれ以上の先は本当にないから、もうそれが私のなんかもう人生の答えみたいなぐらいな。ありがとうございます。なんか重みがある言葉だよね。はい、それじゃあもうチャイム鳴っちゃった、鳴りました。ちょうど今。オッケー、じゃあちょっと早めに告知をいきたいと思います。はい、じゃあまずはゆき先生、何か告知ありますか。あ、はい、あります。私ゆきはですね、アメブロでブログやっています。ブログやってない方もグーグルで生き生き起業家ゆきと検索されければ、多分トップに出てくると思います。なので読者になっていただければとても嬉しいです。よろしくお願いします。生き生き起業家ゆきで検索お願いします。はい、はい、そして恋塾クラスでは、ただいま生徒を募集中です。将来声優やアナウンサーなど声を使った仕事に就きたい人から、自分らしい声を見つけたい人、人前で喋る自信をつけたい人まで、声に興味のある人なら誰でも大歓迎。レッスンは毎週土曜日の午後1時から1時50分です。詳しくはカルチャースクールレオで検索してください。一緒に楽しく勉強しましょう。そして次回のトークテーマはお餅です。お餅食べる餅です。知らないと思ってた。皆さんのもちもちしたもちもちしたエピソードをお待ちしております。もちもちエピソードもちもちエピソード、なんかもちに関するね。あー、なるほど、もちもちした話を、はい、お待ちしてます。お待ちしてます。それでは、ね、来週の午後4時30分からまたお会いしましょう。この番組はカルチャースクールレオ、民宿レキオ、ダイニングコーの提供でお送りしました。今週のお相手はナズナとカホとリンとユッケとユイ先生と、そしてゲストのユキでした。またね。